ゴツの試練の DLC の慈悲の不在が6月22日発売。それでは超王の試練場、第1パーティーを救出するわ。とりあえず私たちのレベリング、全滅したパーティーは9回のシュート前だから、多分レベル9から10は最低必要。とりあえず私のマハリトがあるから、1回は消化試合ね。とりあえずレベル7ぐらいまで上げて4回に。なんとかレベルが上がったから経験値効率を上げるために3回に。ゆつきが大変だから、あんまり長いはしたくない。全体的に HP が低いわね。レベル5ぐらいのはずなのに、こんなもんじゃない。このレベルでもレベル3プリースト程度ならあっさり倒せる。いい加減な戦闘だったけど、なんとかなった。全裸忍者とかも、普通にマハリトで対処。ここで稼ごう。ちゃんと稼げましたか？なんでこうなった？どうせ負けたらリセットするんだからって適当に対処してはいけない。なんとか逃げ切ったわ。まあ、頑張れば倒せたかもしれないけど、このゲーム死んだら一回休みじゃないからね。あなたそんなこと言うキャラじゃないでしょ。今の逃げれなかったら間違いなくリセットだった。3倍で4グループ出るのね。おとなしく先制で稼ぐ。あんまり効率は良くないけど。武器が無印ロングソードしかないからね。もっといい武器が出ていれば。なんとか地下4階に、警報で稼ぐよ。いきなり死にそう。まあ、魔法一発で終わる敵だからセーフ。もうすでに雲行きが怪しいんですが。マハリトじゃ仕留めきれない。どうするんだこれ。先生魔法で終わるからセーフ。なんとかなった。アリスは速さ低いから、ちょっと怖い。とりあえず蘇生。とりあえず蘇生成功。失敗してもまだレベル低いからあんまりダメージはないけど。かなり順調ね。4回でも危ない場面はあるけど普通になんとかなっている。いや、なんでこんな奴に。ラスドラゴンタのパーティー、先制ブレスされていないからセーフ。大元は死んだわね。ドラゴンフライのブレスでもピンチになるのはひどい。ラスドラゴンに先制ブレスされてたら、全滅まであったわね。このパーティーは大丈夫なのだろうか。なんか厄介そうなのが出た。4階で一番厄介な連中。とりあえず魔法系は黙らせた。地味に私のマニホで敵の動きを封じた。もう適当でもどうにかなりそうな感じね。いつもの連打癖が出ている。無能投稿者。そして雑に倒される。経験値はいい。4階あったし、レベル上がったから5階に、やめた方が良かったかも。ドレイン野郎がめっちゃ出ているわね。ドレイン野郎は全滅したわ。危ない危ない。それではレベル上げがてらこのメンツで地下6階を探索するわ。一応ステータスを見せておく。探索中はこめへん。私の素早さと生命力が低いのが一番不安だったりする。マリサと比べると HP とかは運命の差ね。どうしてこうなった？ブレスで死にそう。呪文覚えはいいけど、実は9階で死んでるマリサは未だにマダルトを使えないわ。それでは探索開始。と言っても探索箇所は少ないけど、これはすぐに終わりそうね。今回は構成上コメ編が少なめ。余ったのは次回返すかも。地味にヤバげな先生。マカミトが先生すれば終わりだけど、多分マカミトする前にアリスが寝たね。1ターンで起きたからもう一度マカミト。敵が大体行動終わってからマカミト。これは完全に速さ不足ね。呪文抵抗がない敵だからこれで一撃だね。いつもありがとうございます。お礼に中の人が地下10階でテレポーターを筋肉解除するわ。とりあえず左から探索。中の人はポケモンには詳しくないけど、そうね。なんで草タイプっぽいズンダモンが大文字を使わされているのか。気合なのだ。考えてみればジワレってそう見えるね。ゴツの試練のあれは強いから。そっちは決まれば強い。左側は全部埋まった。残りは右側ね。確かに百貨店は無理ってか、そもそも9階にすらイベントが6になかったわね。イベント少ないから仕方ない。というか初代で伝送攻略する動画ってあんまりないよね。どうせみんな4階の後は9階に行く。その方が効率がいい。最近のバイトが優秀説。あのレベル6忍者はバイトリーダーなのかもしれない。十字路の真ん中に回転床。構造的にはもう終わりそうね。コメントの大半は次に返すことになりそう。地味にいくつだけ入る場所が違う。中国人がアメリカで作る日本料理とは、勘違い日本料理が出そうね。ちょっと見てみたいかも。私というより、親が計画地で一緒に行く感じですね。親が行っているうちに一緒に行け。私一人では旅行は行かないと思う。遠出自体は好きじゃない。なんか単純な行動だと思ったら、中に部屋がいっぱいあった。岡山の山奥には原住民がいそう。それは群馬帝国だから。岡山の山奥の原住民とか全員変態クソと肩の顔かもしれませんね。そんなんあったらとんでも集落として何これ珍百景に出そう。あ、死んだかも。キメラはブレス持ちよ。次のアリスに期待しましょう。次は催眠されてるアリスが出そうね。なんとか助かった。全力で対処するわ。先制で魔法が入ったから、ブレスのダメージが軽減される。というかキメラのグラフィック、よく見てみると細かいね。なんと3体の動物が見える。なんか私の知っているキメラと違うんだけど、それはきっとドラクエのイメージだぞ。一旦引き返して探索再開。なんとなく校舎な気がするわね。あとにウィズヨンみたいな鬼畜系を開発する人たちのはずだし、ありえそうね。あれは。プレイすることがあるのかな。当たり前だよな。今のは多分そうだけど、MX の時代ってどうなんだろう。多分今よりは難しいというか、無双困難なはず。今なら勝つでも無双できそう。ただし敵の HP は雑に 1.5 倍に。コンプリートボックス並みに移植が適当すぎる。中の人はあれを持っているらしい。動画でやれ。再生数取れるかどうかも、長さも厳しすぎる。もうすぐ終わるね。全体的に複雑めなマップ。え、さすが東北。ハイパーズンコなんていらんかったにゃ。まず昨夜が人間かどうかがかなり怪しいわ。いろいろ説がありますね。霊夢さんは確実に人間らしいんですが、旧作とかのせいでマリサすら怪しい。あ、そのぐらいか。お前今までなんだと思っていたんだ。東方は全員の正確な設定を知るだけでも大変だから、そのぐらいないと常にロストの危険があるからね。生命力は大事。しかし全滅時のロストからは逃れられない。あれは生命力関係ないからね。ぶっちゃけ一番サムルはほぼ防御だけさせて弾よけにした方がいい気がする。死んだら困るから攻撃させたくない。変に攻撃するより役立つこともある。防御を使いこなせるようになったら一人前よ。なお、このゲームの防御は使い物にならない模様。アーマークラスがちょっとだけ下がるのだ。誤差なのだ。全部埋まったわね。それでは第1パーティーを救出しに行くわ。残りのコメ編は次のパートでこれのコメントと一緒に返すはず。あ、これやばい。まあ、4体にブレス打たれても、キルノだけは生き残りそうだから。値だけで何するんだよ。なぜか全滅しかける。とりあえず攻撃、リトカンがある幸せ。たまにやると役に立つわね、リトカン。ここで全滅するとか笑えないからね。セーブも相当前だし。
なんとか蘇生、とりあえず救出。私いないけど、一回戦闘すれば救出できるから楽ね。とりあえず魔法が使えるマリサの救出を優先するわ。こいつなら楽だね。ちなみに最後の一人を救出するまで第2パーティーが喋っていく。まあ、負けるわけがないわね。とりあえずマリサを救出。なんかマリサのレベルが上がった。これでもマガルトは覚えない。覚えて。普通に欲しい呪文だからね。ゲルトウェイト覚えても使う。次、ファイターレベル8、脳筋。まあ、弱いわね。普通に呪文2回で殲滅。魔術師に擬態性は強い。次はレイムを救出。マリサ以外は順番はどうでもいい。次、レベル10ファイター1体だった。余裕。次、ドレインは怖いけど、所詮は単体炎か。強くはないわね。今のところ順調に回収できているわね。ヨウムは生命力が低いから蘇生の際にドキドキした。次、地味に初見の敵、全裸忍者。こいつは本物。でも殲滅するような敵ではないわね。あ、出てきたのはレミリアの親戚。普通に G1 で消える。というか4レベルドレインとの見た目の落差がひどいわね。まあ、初戦か級の吸血鬼だし、ここで確か悪魔ですらないし。不死系だった気がするわね。先制されたけどなんとかなった。てか無駄に強い。呪文全然通らない。さすが地下10階の敵。ソード2がマジで欲しい。なんとか倒して蘇生。最後はレベル8ファイター単体炎化で終わり。お前確か生命力15だろ。ロストすると面倒だから蘇生しろ。なんとか帰ってきました。それではステータスです。第1パーティーは前回とほとんど変わらず、コテを買ったぐらいか。普通にいい感じの能力、速さボーナスが欲しい。これはひどい。特に生命力と速さが致命的。HP も死んでいる。でもマリサと違ってマダルトはある。地味にステータスが私より強いです。HP が高いのが特にいい。普通に優秀。前衛頑張ってね。もう出番ないかもだけど、速さ以外はある程度優秀。マスターレベルになる頃には良くなってそうだね。普通にいい戦士、主要能力がカンストは優秀、速さ欲しい。図鑑、まだ未熟らしい、忍者の世界は厳しい。こいつも全裸なのかい、強い、ブレスされると死ぬ。先制されたら危険ね。第2パーティーも言ったけど、このグラフィックはいい、それはともかく呪文で消えてもらう。こんな見た目でも上位なのか、ほとんど満足、呪文抵抗あるのがやばい、普通に強い、なんかボルデモート強っぽい顔かも、よく知らないけど。それでは今回は短いけどここまでね、ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらニコニコならフォローといいね、ヨウツベならチャンネル登録と高評価をお願いします。あといいねをしてくれると私が喜ぶ。